どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあ、やっていきましょう。ガンダムバトルオペレーション2。今回やっていく機体。ただのザクじゃないんだ。そう。高機動型ザク。ただのザクじゃない。そう、何が違うかというと、機動力その他もろもろ全てが強い上に、さらにプラスアルファでマスターカーのザクバズーカ、そしてザクマシンガーを装備している。そんな状態でございます。ザクバズーカだけじゃなくてザクマシンガンも使えるって、サブ武器としてザクマシンガンがついてんだよね。だからかなり使い勝手がいいんだよね、おそらくですけど。他のザクに関してはザクマシンガンと、なんだろう、なんだっけ、あれを使ってたから今まで、なんだっけ、名前が出てこない、あのパーツ、ちょっと待ってくださいね。あ、クラッカー。クラッカーを使ってたからね。あれ意外と当たるときは当たるけどね。意外と使い勝手悪いんだ。とりあえず影響点取るか、誰も取る気なさそうだから。あ、来たわ。イフリートさん。もう俺取るよ。大丈夫よ、俺取るから。最後。もうちょっとかっこいい色にしとけばよかった。色を作ってる途中でまさかのもうなんか人数集まっちゃったから、とりあえず進めてるけど、やっぱオリジナル機にしたいよね。特に角付きのザクはいるな、正面こっちだ。タイマンだ、タイマン。いや絶対タイマンじゃねえんだよこういうのって。待ち構え、壁越しに見える。いない、前進、ムーブ。うまい。こいつはやばい、苦手なタイプかもしれん。おっ、クラッカーもついてんだ、よく見たら。さらに、あ、でもこのザク、あれだな、このザクマシンがあんま強くねえな、なんかそんな気がしてたけど。殴られた。逃すか。意外と、おお、おい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 、俺の獲物を取る機会。アシストか、ちくしょう、まあいい。うん。やられるよか、マシか。いいよいいよ。代わりに取ろう、ここを。とりあえずヘッド先直して、足も直しちゃおう、直せるだけ。ここ取って、いけるドローまで行っちゃおう。まあだからこのパー、よいしょ、リペアツール切れたら OK。 こんな感じ。さあ先行こう。とりあえず拠点突っ込むか、まずは。いるな、ザクバズーカ用意しとかないと。やつが来る、上にいんな。行くよ。まずい、一人じゃねえ、何機か家がある。よかった、今切らなくて。脱出、早く、間に合った。ナイスタイミングで間に合った。多分バレてる、バレてる時はこのな。くそ、引っかかった。翼に引っかかるとは思わなんだ、ザ・キャノン。しかもなんだあのジム、ジムか、なんか嫌がんな。とりあえずでも B 拠点取ったのがでかいね。はい、出撃お願いします。結構あれだな、高機動ザク分かったけど出んの長えな。やっぱりコスト400のだけあって時間がかかる。なにー、よく見たらこれ味方かい、このジムは。取るー、
まあ別に怒らないからいいけど、しょうがないよね、もうそれは。よし、味方に任せて、俺は取るよ拠点。さあこれで形勢逆転なるか。オッケー、多分取られ、モビルスーツやりにくんな。そうはいくか。セーフ。あ、嘘、くれやった。いいね。ちょっとやばい、また取られる可能性が大だね。俺どんだけ俺キルを献上してるんだろうか。とりあえずモビル大丈夫そうだな、それ自体に関しては。うい、必殺すごく嫌な位置にいる。フラッカーで牽制したれ。うまい。あ、くそ、お、乗れた乗れた、ラッキー。俺ら待って、こんな、うわぁ。いいインフリートの突っ込み方だね。まずい、かなりまずい。足のダメージがえげつな、あ、何を。任せよ、多分持ってかれる。このパイロットは一体何がしたかったの。緊急脱出か。とりあえず足をやっておくか、ひとまず。今度は俺がもらったぞ、キル。これは無視だな。だいぶ200まで縮めたけど、ちょっと余裕ないね。やばいやばい、うん、ちょっと待って、なんでこうも自分の陣地やられてんだこれ。あ、ダメだ、終わった。それされちゃきついわ。うわ、積んだ8000か、そんな持ってかれる。これきついぞ、ちょっと誰もいねえな、しかも。あ、いるわ、モビルスーツ。チャンス。バカだれ、そんなところに撃つな。巻き込まれちゃうだろう。待て、超欲しい、このモビルスーツ欲しい、俺やる。の10秒。あー、待って、取れや、取られた。あ、くそ。キルしたかったな、1キルしかできなかった。でもアシストはなんかちょっとした。まあいいか、とりあえずどうしようかな。じゃあほいっと。うわ、やばい、最近全然いい戦いができてね。やばいやばい、勝てねえ。くそ、どうしよう。ということで、なんだかリベンジしていきたいと思います。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では明日の動画でお会いしましょう。ルカでした。レイでした。またね。またな。逆回りだね、声高めだね